ついにあのが逮捕されました。このねに関してはね、僕はね因縁があるんだよね。どういう因縁なのかというと、昨年のね2月から僕は YouTube の投稿を始めました。そしてねたくさんの真実、本当のことを、YouTube でねいろいろとね、話をしてたんだよね。例えば、最初はのことであるとか、ちくわのことであるとか、そういうことを話をしていたら YouTube 側から警告を受けて、まずは、一回、何も出せないで削除されて、そして2回、配信停止の、警告を受けました。そして3回目にねこのっていう言葉を出した時にもうチャンネル登録者数が8000人いて、あとその勢いだとね1ヶ月後には1万人いくというところで、いきなりある日突然、アカウントがなくなったんだよね。そういう事件が僕にとってはあったんです。この時はね、まあ僕もねどうやって YouTube で皆さんに見てもらうかということで、皆さんの関心がある時事的なものをね、サムネに入れていくといいだろうという、まあそういう判断でね、中身はね、あの中身の本当のところはのことを言ってるわけではなくって、の名前を題材にしながら依存症の話をしたんだよね。まあってね、ギャンブル依存っていうね依存症だっていうことが分かっていたので、はギャンブル依存症なんですよっていうような話をしたの。でも元々中身は、のことではなくって、それはね入り口に過ぎなくって、僕自身が依存症になってる、まあアルコール依存症だったんだけどね、その依存症って怖いんだよっていう話をしたんだよね。だから中身的にはねはそんなに関係なかったんだよ。でもキーワードに入れただけで実はアカウントをバンされたっていうね、そういう、僕にはまあちょっと辛いというか苦しい思い出があるんだよね。で今日このね話をしてるのは、やはりこれは皆さんが関心のある注目をしている時事のネタだからということで、できるだけね編集は簡単にしてアップしようと思っているわけなんですが、問題はねどこなのかっていうとね、がなぜ逮捕されたのかという問題なんだよ。これね、いろいろとね政治的な動きがすごくあったというふうにしか僕は考えられません。がねやったことがね逮捕に、なるくらいのものなのか、それほど重い罪なのかというと、僕はね冷静に考えてそれはやりすぎなんじゃないかなと思います。これ検閲側のかなりね歪んだやりすぎだと思いますね。これはホリエモンが逮捕された時と、まあ背景はね同じなんだよね。既得権益者である、政治家、そして、政治家ではないけれども政治家と関係のある、大金持ちの人、これはね、そういった人たちが自分の不利益になるということを判断して、無理やりに逮捕のレベルまで、罪を持ち上げたということが、裏にあると僕は思っています。実際ね、がやったことは、真実だとしても暴露をするっていうね、人をね、弱みをつけ込んでそれをね、YouTube で配信し続けるっていうのは、僕はねこれは人間的にはどうなのかっていうと、僕は正直言って好きではありません。やりすぎだなと思いますね。人をね攻撃することってよくないんだよ。だけど、とは言っても、一人の人間を人生を左右するくらいのね、逮捕をするというね、そういう行為をするのは社会的にどうなんだろうなというふうに思います。というふうにね、僕は今回の逮捕劇について思いました。皆さんはどう思いますか？よかったらねコメント欄にコメントを書いてくれると嬉しいです。よかったと思う人は、高評価ボタン、まだチャンネル登録をしてない人はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。じゃあまたねー、バイバイ。問い合わせ連絡先はこちらまで、 info 伊坂369@gmail.com、
ぜひ連絡待ってまーす。